どうも、ガチロックンです。ここでは、LINE と LINE を結ぶ方法の中で、最も簡単な、方法の中に、サージャーノットと呼ばれる方法あるんですけれども、今日はこちらについて紹介しようと思います。それでは、早速結んでいきましょう。これは、一方固定の、糸があって、もう一方ですね。フリーの、糸があるとします。で、このフリーの方ちょっともうカットしちゃいますね。で、早速ですけれども、この端糸同士、これを、こういった形で重ね合わせます。で、重ね合わせて、これ、輪、2本重ね合わせた状態で輪を作ってやります。で、この輪の中へ、これ普通にですね、もう、2本、これ通してやります。で、これ、通常の団子結びになるんですけれども、これを、2回通してください。こんな感じですね。で、2回通した状態でこれをぐーっと引いていきます。で、これ4本いっぺんに締め込むような形で、お結び目の方、こう締まっていきますので、締め込んで、最後に、この端、本線ですね。本線同士、こう引いてやってください。グッと。で、これ締め込めば、結びを締め込めば、ちょっと拡大してみますけれども、こんな状態ですね。これで、結びの方、もう完成という形になります。で、この余った端糸の方は、カットしてやるんですけれども、この結び方はあくまでもこう簡易的な結び方になりますので、そんな簡単に、抜けてしまうことないんですけれども、針の強い糸とかでしたら、比較的、抜けやすい、結びの方法になってますので、少しちょっと、カットする部分ですね。余裕を持たせて、カットしてやるような形にしましょう。こんな感じですね。で、これで一応、サージャーノットの完成という形になります。これ、ラインとライン結び合わせる中では、8ノットとこのサージャーノットが最もこう簡単な方法になってるんですけれども、これいずれもですね、この、団子結びにこう近い状態になってますので、あまりこう、ラインとラインがこう一直線に来にくい、あとコブもですね、ちょっと抵抗が大きいような、結びの方法になってますので、これ、あまり、こう、ガイドの中とか、こう、リールの中にですね、入っていくのにふさわしいような結びにはなっていません。あくまでも、こう、簡易的にですね、結べる結び方として、使用していただけたらなと思います。ただ、これ、結び合わせる糸同士ですね、糸の種類ですとか、太さの違いとか、そういった部分に、影響を受けるような結び方にはなっていませんので、どんなものでもですね、同じ結び方で結べるようになっています。簡易的な、結び方ですので、ぜひ、覚えていただいて、用途に応じて有効活用していただけたらなと思います。以上で、サージャーノットの紹介を終わります。